ヤンスイロビーは、チェコスロバキアの軍人、政治家。姓は、シロビーとも表記され、名は、ジャンと読まれることもある。ロシア内戦時のチェコ軍団司令官。チェコスロバキア独立後は、首相、国防相を歴任した。上級大将、オーストリアハンガリー帝国のトレビッチ生まれ。技術学校で建築学を学んだ後、1906年に、 オーストリア・ハンガリー陸軍に一年志願兵として勤務、その後ロシアの技術専門学校に通った。第一次世界大戦勃発後の1914年9月に、ロシア帝国軍のチェコ義勇隊に入隊し、南西戦線に従軍、1917年7月、ズボーリウの戦いで右目を失った。1918年3から5月、中尉の階級で、チェコ軍団、 第2連隊長となる。ロシア内戦時、クルガンズラトーストチェリアビンスクオムスクのラインの、チェコスロバキア人部隊を指揮。第2、第3チェコスロバキア狙撃連隊、第6チェコスロバキア狙撃連隊の2個大隊、第3予備連隊、第3打撃中隊、第1砲兵中隊の、計9000人が指揮下に入った。1918年5月26日に放棄し、 チェリャビンスクを奪取した。1918年6月18日、ズラトーストでシベリアグループと合流。同年12月初め、白軍のカペルとボイゼホフスキーに支援を約束したが、時期を一していた。1918年8月から少々に昇進し、1920年9月の撤退までチェコ軍団司令官を務めた。 同時に1918年末から1919 19年始めまで人民軍西部戦線司令官を兼任。極東で活動していたコルチャークの支援には消極的で、後に赤軍にコルチャークを引き渡した。1920年9月、チェコスロバキアに帰国。1926年3から10月、国防省。1927年、チェコスロバキア軍参謀総長。 1933年、軍観察総監。1938年9から12月、首相兼国防省。首相として9月30日、ミュンヘン協定の自宅を行った。1938年12月、国防省として、ルドルフ・ベラン内閣に入閣。1939年3月、チェコスロバキアが解体され、チェコがナチスドイツの保護領とされた後も、 保護領政府の国防省として留任した。第二次世界大戦中は、ナチスから軍人や物資を遠ざける活動を支援するが、積極的な反ナチス運動には加わらず、中立を維持した。そのため、終戦後にナチスへの協力者として、金庫20年を言い渡される。1960年、恩赦され釈放。ありがとうございます。